背景師走の子、徳島の今朝は7度し、強風ではなかったけど、とても寒かったです。今朝は7キロメートルぐらい散歩しました。消費カロリーは270キロカロリーほど。朝食は一汁一菜、ご飯は180グラム。健康な生活を送っているせいか、足がつるようなことはなくなりました。君もいつまでもお元気で。令和5年12月某日、敬具。背景師走の握り、訪日外国人の日本館は総じて友好的ですね。安全な国で清潔。人は礼儀正しくてフレンドリー。絶対にまた戻ってくると誰もが口を揃えておっしゃる。少し買いかぶりのようにも聞こえるけど、褒められて嫌な気はしない。いつまでもそう思われたいものです。令和5年12月某日、敬具。背景歳末の候、今日の徳島地方はお日様も顔を出さず寒い一日でした。年賀状は SNS の普及により販売枚数は13年連続の減少だそうです。私はこちらで無料の年賀状を毎年投稿しています。今年も頑張って書きたいと思いますので、読んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。令和5年12月某日、敬具。背景歳末の握り、ご機嫌いかがですか？花屋さんの店頭には真紅のポインセチアを見かける季節となりました。クリスマスが近づく頃にはこの植物がたくさん並べられています。クリスマスフラワーとも呼ばれています。歳末の季節ですね。ご自愛くださいませ。令和5年12月某日、敬具。背景寒冷の候、落葉が寒風に舞い散る季節となりました。入院中はお見舞いに来ていただき大変ありがとうございました。最近では体調もすっかり良くなり、早朝散歩は欠かさず続けております。君も健康には留意して良い新年を迎えてください。令和5年12月某日、敬具。背景寒冷の握り、また寒い日が続いておりますが、皆さんおかわりありませんか？最近は神社の前を通ると自然と参拝しています。吉野川市には神社がたくさんありますが、全国で神社が一番多い県は新潟県で4711社、最も少ない県は沖縄で15社。この差はなぜなのでしょう？季節柄お体大切にお過ごしください。令和5年12月某日、敬具。ご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。